SDGs ヒーローズ、きらめきヒーローです。それから、愛知県の SDGs アンバサダーの森ゾートキッコロ。よろしくねー。よろしくね、企業の SDGs の取り組みってどんなこと？取り組みやすいことだと、地域の清掃活動やペーパーレス化があるよ。子供食堂に食材などを寄付することも SDGs に貢献する取り組みだよ。さらに自社の製品やサービスで社会課題の解決に取り組んでいくことが期待されているんじゃ。これってビジネスの視点で見ると SDGs は社会課題、つまりニーズの集まりってことだよ。だから SDGs を起点とした事業展開はビジネスチャンスや企業の持続的な成長につながるんだ。なるほど。 SDGs の取り組みを息長く続けていくためにもビジネスとして成り立つ取り組みをすることはとても大切じゃ。事業活動を通して社会課題の解決に取り組んでいる企業はたくさんあるぞ。例えばこの企業。話を聞きに行ってくるね。ってことで大橋運輸株式会社にやってきました。じゃあ早速ですが、どのような社会課題の解決に取り組んでますか？高齢者の皆様が健やかに生活できるよう、運送事業者としてのノウハウを生かして生前整理サービスなどの事業を行っています。培ったノウハウを生かした新たな事業展開ですね。取り組みを始めた背景は何ですか？弊社があります瀬戸市では、愛知県の中でも高齢者が多い地域です。近年単身高齢者も増え、粗大ごみを集積所に出せない方も増えています。生前整理を行い物を減らすことは、家の中の動線を確保し、転倒骨折の予防、ひいては健康寿命を延ばすことにつながります。また震災時の家具・家財の転倒落下による怪我を防ぐことにもつながります。地域課題の中にヒントがあったんですね。どのような効果がありましたか？お客様から新たなお客様を紹介いただくという好循環が生まれ、問い合わせが増えています。また地域に貢献する企業ということで求人への応募も増えています。さらに長期的に取り組むことで社員の成長や働きがい、地域とのつながりも生まれています。地域とのつながりっていいですね。取り組みを定着させる上でのポイントはありますか？はい、整理収納や福祉などの分野の専門知識を持つ人材を育成するとともに、多様な人材を採用しています。社員の適性に応じた仕事を担当させることで、お客様に寄り添った対応が可能となっています。何かあったら大橋運輸さんと言っていただけるような存在となれるよう、今後も地域課題の解決に挑戦していきます。ありがとうございました。皆さんも自社でどんな取り組みができるか考えてみましょう。